はあ、思えば勉強と仕事ばかりの人生だったわね。ため息をつくと幸せが逃げるよ。え、誰？ヨシオさ。ヨシオ？はじめまして、ラブリープリンセス。ラブリープリンセス、教授をからかわ、はっ！俺、マジなんだけど。キュン、余計ダメよ、こんなおばさん相手に。先生はおばさんじゃない。28歳ならギリギリセーフさ。ギリギリなの？バッキャロー、そこがいいんだろ。バナナだって腐る直前が一番うまいだろ。確かに。先生が勇気を出せば大抵の男はもうイチコロだぜ。じゃあヨシオくんも？おいおい、勘弁してくれよ。そうよね、やっぱり私なんて。これ以上俺を夢中にさせてどうする気だ。もうバカ！バカ私少しは自信持っていいのかな。当然さ、こんなに可愛いんだから。もっと言って。可愛いぜ。もっと。綺麗だ。もっと。よく見ると普通かも。うん、そう。まあ、ヨシオくん、ありがとう。私、頑張ってみるね。そうか、よかった。だから、受け取って。精一杯の私の勇気。先生に愛される男は大変だな。こんな甘いキスを毎日してたら糖尿病になっちまう。ヨシオ様。ジャヌ先生。あの次はいつ会えますか？毎晩君の夢の中へ会いに行くさ。いや、むしろどうすんだ。